ユーホの言いたい放題。今日は私のちょっとした体験談のお話をしようと思います。今からそうですね、半月ぐらい前、まあそこまで経ってないですかね、まあ半月近く前なんですけれども、ある日所用からお寺へ、まあ、車で帰ってきたんですよ。でそしたらそのお寺に着く直前に寺子屋の元の生徒に出会いました。1年間ほど全然連絡が取れなくて、LINE のメールでずっとやり取りしてたのに突然と連絡しなくできなくなってしまって、ちょっと心配してたんですけれども、まあ、元気でいるのはこう何人かが見かけていたので、まあ元気でやってるのかな、それぐらいに思ってたんです。でところがそこで出会ったので声かけてみました。お元気か。そうしましたらちょっと意外な答えが返ってきたんですね。体は元気なんですけどちょっと心に痛みを伴っているようなことを言った。ならばお寺においでよということで、そのまま、翌日、お寺に呼びましてね、一緒にお話を聞いたんです。で話をこう進めていくうちに、かつて若き日、ちょうど彼と同じ18歳の時に私が経験した悲しみ、苦しみ、痛みを彼も伴っていた状態だったんです。私は彼の話を聞いて、実はもうびっくり、自分でもびっくりしたんですけどね、涙してしまったんですよ。その傷口というのは、心の傷というのは私の中で完全になくなっているはずだったんですけれども、その時の痛みの、この傷口の痛みの感覚は残っている。これにも私はびっくりしました。彼に深く深く深く同情してしまったんですね。あ、同情って本当はね、すごい言葉ですよ。相手の情と同じくするっていうのは、これも本当にとても深い意味だと思うんですよね。そしてそれこそが慈悲の悲であると強く認識いたしました。そしてかつて18の時に本当に涙した、もう苦しくて苦しくて仕方がない、その痛みは全く無駄でなかった。いや、むしろ今日この話を彼にするためにあった痛みであったんだって感じたんです。ここ数日間彼に寄り添って、彼がどのように生きていくのかということを共に話し合っています。そして私が彼に伝えるのは、まあ導くというよりは、私が体験してきたこと、感じていることをそのまま示しています。できれば現代のこの欲望をベースにした功利主義的なものの考えではなくて、古典のような深い教養に基づく、そんな生き方をしてほしいな。だからこそ私は彼にカール・ヒルティの眠られぬ夜のために第2部を手に入れて送りました。これからも彼とゆっくり話をして、彼が今後どのように生きていくのかということの相談相手にはなっていくつもりです。あの時の私の痛み、苦しみ、悲しみを、そうですね、ない方がいいのかもしれませんが、でもそれがあったからこそ彼のその思いを私は自分自身のように感じ取ることができた。これもまた今彼が感じているのは、ひょっとしたら彼の後輩たちが同じような苦しみになった時に、彼がまた寄り添って共に生きていってくれるような、そんな人生であってほしいなぁと、今は私の、これも欲望かもしれませんけどね、そのように願ってやみません。
まだ彼は暗闇の真っただ中にいます。ただ私は彼自身が自分の手で灯火を灯し、そして周りをありのままに見つめ、自分の足で立って自分が進むべき道を見出してくれるよう、できるだけ寄り添って、その間は杖であろうと思っています。ただし杖はいつかは手放すものです。彼自身が自分自身で道を見出していってくれるよう、そうですね、釣りで例えれば魚の釣り方、歩き方で言えば自分でどのように歩いたらいいのか、どのような乗り物に乗ったらいいのか。でもいずれにしても魚を釣るのは彼自身ですし、歩みをするのは彼自身です。その応援団として今後も寄り添っていこうかなと思っています。